さあ土俵上は千代大龍と北勝富士、大学の先輩後輩の対戦です。新入幕の北勝富士、前に攻める相撲がよく出ています。先場所は一度はたく場面があって、その後押し込んでいったところを千代大龍にはたかれました。密着して押したいというのが西の北勝富士。行司は木村秋次郎に変わりました。立ち合いです。引いたところを出ました。後輩の北勝富士に軍配です。今場所は一気に前に攻めていった北勝富士、非常に厳しい表情をしています。これで新入幕7勝4敗、勝ち越しまであと1番。ただいまの決まり手は押し出し、押し出しで北勝富士の勝ち。先に先輩の千代大龍の方がはたいてしまいました。この相撲は向正面の谷川さんに、はい、今場所も非常にいい動きを見せていますが、まず今日の相撲はいかがでしょうか。そうですね、引きをこう頭に入れながらちゃんと相撲を取れてますよね。先場所の反省がこう生かされてますかね。そうですね、一回こう肌を合わせてですね、はい、この感覚をこう自分の頭の中に残して今日の取り組みをしてますよね。全体を振り返るとどうですか。いい動きしてると思いますよ、はい、ただね、まだまだこの体が大きくなる素質はありますよね。あ、そうですか、はい、今場所は非常にいい内容も光りました。逸ノ城戦、ガガ丸戦、挟みつけるようにして前に持っていく相撲があった北勝富士です。